第一試合終わってみてどうでしたか。最初は先制点決められたんですけど、後半からあの点決めて勝てると思って気が緩んで、ちっちゃなミスで失点したんですけど、その後も何回かチャンスがあったんですけど点も決められなかったから悔しかったです。次は決めたい。はい、実際気緩んじゃった。はい、じゃあそこは次の試合あのどう直すか、こう意気込みを教えてください。もっとプラスな声をかけて、チームを前に押してしっかりプレス強くいきたいです。素晴らしい、頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。